皆さんこんばんは、古田裕之です。この放送はスーパートレーナーさんの提供でお送りいたします。スーパートレーナーさん、どうもありがとうございます。このラジオでは個人スポンサー枠を募集しております。今僕が冒頭申し上げました、スーパートレーナーさんの提供でお送りいたしますというこの枠ですね。ここで集まったお金というものは全額、サッカー少年団であったり、サッカークラブであったり、サッカースクールであったりに、寄付をさせていただきます。協力していただける方は、この YouTube の概要欄のリンクから購入することができるので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。今回はですね、砂川誠さんをお招きして、北海道コンサドーレ札幌の、開幕戦、横浜 FC 戦を、2人でね、ざっくばらんにお話しして していけたらと思っておりますので、お楽しみに最後までお聞きくださると嬉しいです。ぜひね、ご覧ください。ではいきます。 OK です。砂さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。OK、砂田さん、どうでしたか、コンサドーレ札幌開幕戦。あれ、砂田さんはドームで、すごかった。ドームに見に行かれたんですか？ドームで見れた。それはジュニアユースの生徒たちもじゃなくてですか？砂田さんだけで。いや、午前中に練習だったから、はい。みんな急いで着替えて、行けるやつは行くっていうような感じだった。ああ、そうなんですね。どんな反応です？今、その、中学生たちの、その、トップチームを見る反応っていうのは。どうだろうね。まあ、あのゲームに関しては、はい。もう本当に、崩しの部分が本当にすごくて、うん、まあ、本当に興奮して見てるっていう感じではあったと思うんだけど、はい、はいはいはい。トップチームの試合を、うん、トップチームの試合を見る機会っていうのが本当に少ないんだよね。どうしても時間がかぶっちゃって。まあ確かに土日はだいたい試合ありますもんね、中学生も。そうそう。はい。確かに。で、俺自身は去年に関しては1回しか見れてなくて、生で。あ、そうなんですね。もう本当に、結構中学生でもガンガン試合って入ってくるもんなんですか？まあ去年はコロナで見れないっていうのもあったんだけど。ああ、そっかそっか。そうそうそう。で、それが終わってからも現場で見るっていうのがなかなか。はいはい。少ないので。はい。まあ本当見れたことも良かったけど、ああいう内容の、ああいう、勝ち方をするゲームが見れたっていうのはすげえ良かったなと思うし。はい。まあ、あのゲームが、なんていうの、一回の練習をするより、はい。それが憧れになって、あ、こういうプレーをすればいいんだなっていうことにつながるから、もう本当に、まあ、練習はやってきたとはいえ、はい。一回の練習以上のものが見れたんじゃないのかなっていう印象です。確かにそれはありますよね。結構サッカーって見るってかなり大切ですよね。なんか特にコンサドーレというかその下部組織ってやっぱりトップチームと身近に接することができたりとか、プロっていうものを身近に感じられるっていうのはすごいメリットだと思うんですけど、その辺に関してはどうですか、砂さん。身近でありながらやっぱ憧れじゃなきゃいけないと思うから。確かに。だからこそああいうゲーム、ミシャさんがやってくれてるゲームをこう現場で見れるっていうのはすげえ今いい、子供たちにとってはいい状況にあるんじゃねえのかなっていうのは、まあ指導者としても、はい、今感じてるとこかなっていう。そうですか。ジュニアユースと、まあ、よくトップチームの、まあ、ミシャさんのサッカーって結構確立されたものがあるというか、まあ、フォーメーションであったりサッカーって結構ずっとミシャさんのサッカーであると思うんですけど、それってこのユースであったりジュニアユースも一貫して似たようなコンセプトでやってるっていうのはあるんですか？それと全く別ですか？まあ同じサッカーだから全く別ってことはないんだけど、はい。あまり
寄せていってはいないと思うかなっていう印象。まあ、ただ、はい、やっぱあのそこの担当する監督コーチのなんていう の, あの方向性の中で、まあ、俺は本当に現役の頃なかなかなんだろうな攻撃のところで、はい、こうあそこまで落とし込める監督に出会ったことがなかったし、あなるほど。で、まあ、なんていうの、言葉で言うのは簡単じゃん。じゃあ3人目出てけよとか、はいはい、っていうのを言葉じゃなくてトレーニングでそれが、自動的に出るようなトレーニング落とし込みっていうのを初めて見たから、はい、はい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 、まあ、俺は本当にトップの練習を見て、その中で中学生に合うようなオーガナイズを考えて、はい、練習を行うっていうふうにはしてる。あ、なるほどなるほど。まあもちろん、ね、年代も違いますし、選手個々が持ってる特性も違うので、うん、全く同じことはでき寄せるってことは難しいかもしれないけど、ある程度コンセプトであったりとか攻撃の崩しであったりとかは結構取り入れたりとか。そうだね、まあのなんていうの、あトップチームに送り、トップチームで活躍する選手が、はい、を作り出すこと、作り出すっていうのもちょっと、うん、もう選手個々のそのものだから、俺らが作り出すものじゃないんだけど、はい、上がりやすい環境を作ってあげることも一個の仕事だと思うから、はい、で現状どういうサッカーをしてて、うん、じゃあ今中学生の選手がユースに上がって、ユースの時にトップチームにの練習に参加して困らないようにとか、うん、確かにそれ大事ですね。持ち味を出せるような環境は作ってあげたいなっていうので、はい、トレーニング時代の同じようなコンセプトの中でやってあげたいなっていうのは、まあ俺自身もそうだし、まあ、ジュニアユースのスタッフの中では結構共有できてる部分かなっていう。ああ、なるほど、なるほど。確かにトップチームがああやってね、丁寧につないでビルドアップしてるサッカーしてて、ユースとかジュニアユースが真逆のなんか縦に蹴るサッカーとかしてたら、すごいあのトップチームに練習参加行った時も結構しんどいし、トップに上がった時もついていけないっていう、そういうのもありますよね。一貫した指導っていうのは結構大切ですよね、アカデミーっていうのは。まあ、そうだね。うん、まあそれを、まあ、頑張って作ってるっていうとこだとは思うんだけど、はい、はい、うん、もちろん難しさはあると思うんですけど、ジュニア中学生ってすごいなんか思春期とか、すみません試合の話なかなかいかないんですけど中学生ってすごい思春期というか、僕もなんかすごいこういろんなあの心身ともになんかすごい変化が起きる時期だと思ってるんですけど、そこの難しさってありますか、中学生を指導する、うん、難しさと面白さっていう、その両方どんな感じですかね。難しさはあるけど、うん、まあもちろんね、大人じゃないからいろんなものに気配ってあげなきゃいけないとは思うんだけど、はい、まあ俺はあのコーチというか、コーチという立場であんまり接してないんだよね、はい、一緒にいいサッカーを作り上げる、作り上げようっていうスタンスでやってて、なるほどなるほど。まあ、だからなるべく対等な立場で俺はやりたいなと思ってて、はい、でだからなんていうの、まあ俗に言うなんか中二病とかもあるじゃん、なんかよく言われてる、はい、ありますね、思春期中二の夏が、もちろんそういうのもあってケアしてあげなきゃはい、ケアしてあげなきゃいけないんだけど、なんていうのかな、一人のサッカー選手としてこう接したいなっていうのは、はい、思ってやってるから、はい、いいですね。なんか難しいは難しい、やっぱり、あ、はいはいはい、そこには優生の昇格が絡んできたり、高校の進学だったり、そうですね、確かに、うん、進路とか結構人生が左右する岐路というか、中学生から高校生で結構でかいですもんね。そうだね、
確かに。なんかその現役時代中からそのサッカースクールとかなんかイベントで子供たちと接する機会って結構あるじゃないですか。なんかその時に、あ、俺子供に教えるの好きだなとか、なんかそういうことって感じたことあります？子供にと一緒にやるのは好きだったね、もう昔から。はい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 。そう、だから、まあ今もそうだけど、まあ、教えてる感覚っていうのはあんまりなくて、一緒にやってるっていう、もちろん全部フルメニューで一緒にやるわけじゃないけど、はい。まあ一回の練習を一緒に作り上げていくっていう感覚のが強い。なるほど。じゃあなんかよく上の立場から子供たちにこう与えていくっていうよりは、みんなで一緒に作り上げようっていう、どちらかというとそういうイメージ。の方が強いのかな。でもいいですね。それこそさっきのそのドームに試合直接見に行った話じゃないですけど、見るっていうことがやっぱりサッカー選手ってすごく大切だと思うんですね。上手い人のプレーを見てそれを真似するっていう。で、僕もそうやって真似をして、上手い選手の真似をしてすごく成長してきたなっていうのがあるんですけど、スナさんが監督という立場でいると、もちろんスナさんも混じったりとかプレーちょっとデモンストレーションとかするわけですよね。そうだね。それすごいいいですよね。スナさんのプレーを目の前でいや、見れそるっれがて。ね、それが最近衰えが激しい。スナイフターン見せてないんですか？サイドで子供たちに。あれはね、全然引っかかってくるわ、相手に。あれ引っかかります、まだ。子供たちにも。あれ引っかかってくる。いや、あれ何回、あれでもあれですよね。対戦相手は全然、把握できてないからめっちゃ引っかかりますけど、逆にコンサドーレ同士の紅白戦の方が難しいってなりますね。プレイするの。まあそうだね。みんな、スナさんターンしてくるの、なんとなく分かってるかそれでも、それでやっもてやくるっるていうのは、う。こだわりだ。そうそう。いや、また見たいな。いや、でも札幌ドームで、まあ、開幕戦、まあ、久しぶりに、リアルで見て、なんか、どういう気持ちになりますか？なんか、やっぱり、あのピッチでまたやりたいなとか、なんか、どういう感情で見てます？いや、だから、前ヒロと話したけど、なんか本当にすげえいいサッカーしてて、感動もしてるし、嬉しく思う気持ちがある中で、まあ、3割ぐらいは嫉妬。3割って結構でかいですね。でか、今、少なめに言って3割。本当は、もうちょい。間違います。もうちょい多いかもしれない。ちょっと謙遜して3割っていう。謙遜なのかわからないそうけだど。ね。いやー、そっか。やっぱりあのピッチに、まあちょっとあのサッカーを自分でプレイヤーとしてちょっとやってみたかったっていう。そうだね。そうですね。まあ、まあ、すご外からはい。いろんなものが見えてるけど、中でどんな景色が見えてるのかなっていうのは、ちょっ確と、かに。やってる練習とかっ理て解結し構てない。特殊な練習してるんですか、ミシャさんって。それとも割とよくある練習メニューなんですか？俺らにとっては、もしかしたら特殊と呼ばれるものなのかもしれないけど、まあ、すごい本当、なんだろうな。こうやってトレーニングしたら、こう、なんかミシャさんのサッカーって立ち位置とか、なんかオートマチックにやってるイメージだったんだね。確かにそれよく聞きますね。この時はここに立って、この時はこうなるっていう。でも全然、そうじゃないんだよね。そうなんですね。なんか、自分たちで、相手を動かして、勝手に相手がそうなってくれるっていうのを、動きの中で作り上げていくっていう、まあ、ちょっと言葉にするのは難しいんだけど、なるまあ、ほど。ただ、その練習を積んでいくことで、動きと頭の思考の自動化みたいのは必ず生まれてて、
イメージの共有の部分もそうだし、それがこの間の試合はかなり崩しの部分で全部がマッチした試合だったなっていう感じかな。そう、確かに見てても、すごい共有されてるなっていうのが分かりますよね。何点目だろう、例えば、まあ、ちょっと試合の話に少しずつ入っていきたいと思うんですけど、まあ